じゃ、この問題を見てみよう。なるほど、そういうことなんだ。自然刺さるな。お邪魔しました。いえ、何のお構いもしませんで。お休みの日にまで勉強付き合わせちゃってごめんね。いや、数学の小テスト明日頑張れよ。うん、遅くなっちゃったし送っていこうか。うん、大丈夫、平気平気。妹さんの圧もすごかったし、これ以上付き合ってもらうのは。